どうも皆さんこんばんは。16日、メガテンジュラシック京都へ向かいます。行ってきます。どうも京都遠征、まずは駿河湾沼津インターで休憩でございます。総人が静岡にいるなんて珍しいね。僕はもう静岡です。静岡だよ。そうか、秋ちゃんの故郷ですよ。あれ秋ちゃんわかるよ。もうどんだけ俺とバンドやってんだって話。まだまだ北走りますよ。そうだよ。沼津インター到着。ツイートメラ。そりゃやべえやつ来たと思わないですよ。かわいい女の子がいました。スターウォーズのラストジェダイが公開されたので、ライトセーバーのガチャガチャを回してみました。そしたらルークスカイウォーカーが当たったぜ。ですがこれ400円もしました。買っちゃった。ルークスカイウォーカー。こんなん心霊スポットにこれから行きますみたいな。なんかね、メガテン初遠征だけでこういうのを大切にしていきたいですね。ご在所来ました。イエイエイ。7時7分京都に着きましたよ。美白頑張った。美白おはようございます。京都に7時ぐらいに着いて、今12時ぐらいまで車の中でみんなで寝ました。でも僕以外の子たちは若いので、なんか観光とかいろいろ行ったそうです。楽しそうです。僕はゆっくり寝ました。これからライブハウスに入ります。よろしくお願いします。リハーサルまでちょっと時間があるので、先に化け物とご飯食べに来ましたよ。めっちゃうまそう。てか早い来るな。すごいゴリラ飯。俺は焼肉。ゴリラ飯。焼肉丼ゴリラピンカーで焼肉丼でございます。早速を食したいと思います。めっちゃうまそう。これがゴリラ飯です。牛すじ丼でございます。これ夕飯に食ってもうまい感じ。いただきます。せーの。はい、絶対素晴らしいのはこの瞬間だと思います。あら、すげえ。え、何？新鮮な卵ほど割に便利ですね。絶対美味しいでござる。おお。iPhone X すごい。iPhone。リハが終わってお風呂です。ここだけの話、お風呂に行くのは俺たちだけです。バッチリ行こう。あ、ユーサウナって書いてある。あー、これだ、これ地元の銭湯で
カラスの浮き釣りしてきます。おー、いい感じのお風呂でございます。しかも超音波と泡風呂もありますよ、ね、電気風呂。ちょっとなんか思ってた感じのに来れた気がします。本日は京都金星湯さんにお世話になりました。ここおすすめ、3時に開いててガラガラで貸し切りでお風呂もいい感じ。で、一番のおすすめは電気風呂ですしゃがめたらコメント欄に書いてくださいはい、僕たちピカピカでございます。ライブ頑張るぜ。めんどくさいやつだ。よろしくお願いします。僕の代わりやってもらってます。一応アンナの知り合い、友達、同級生よ。コウさん世話してやってね任せください。そんなんちゃうねん。横浜は絶対そこでペンシャルでやろうぜ。出るんでまだ一緒にやろうぜ。なんぼでも関西で、なんぼでもやってください。どうもお疲れ様です。画面は真っ暗ですけど、今ボイラーメーカーの機材車に乗って運ばれておりまーすイエイエイ。あの、ね、一応 YouTube やってんのよ。でね、ビログ、はい、ビデオブログみたいなのを作ってて毎日、はい、今日も楽しい一日でした。2人とも本当ありがとう。ありがとうございます。これさっきのやつです。さっきのうざいやつ1000回ぐらい同じこと言ってたやつが正気に戻りました。正気です今。すでにもうあの朝の5時45分うわもう6時か。目覚ましたり始まりますか。いやに打ち上げ終わった時間は早かったはずなのに。打ち上げ2時とかで。なぜこんな遅くなってるんでしょう。それは全部こいつのせいですゼログラビティの寮のせいです。本当にお付き合いいただき申し訳ないです。いやーね、今日は一日オフで明日梅田のジーラでウェルウェットウェルウェット、また別のメンバーと合流してライブしまーすいや正直何が悪いかというと小指のせいですよあいつな小指のせいです。へちょけに行きました。ちょっと汚いんであの音するか。いやわかんない感じ。いやもう服いっぱい服は誰だってあるよ。いっぱい汚い汚い汚い。ありがとうございます。
っとどうもですもうねもう寝る時間あ6時です朝6時8分6時でございますね、はい、6時8分ですいやベッドまで貸していただいてありがとうございますいい使ってくださいすいませんおやすみなさいはい、というわけでおはようございます。こんな感じの一日でした。ツアーバンドマンライフがいいねと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日は一日おはようなのでヘチョ君と遊びます。バイバイ。バイバーイ。